どうもでございます。2023年がもう終わっちゃうということでねちょっと今年はいろいろやったので振り返ってみたいなと思うんですよ今これカレンダーを改めて見ております毎年僕1月1日に読売ランドの銭湯に初湯に行くんですよ一番風呂じゃないけれどさマクドナルドの福袋が当たったんでそれをね引き換えに読売ランドを選んで堂々と引き換えてまいりましたね いや懐かしいなーあー出た出ましたしたね「アタック25」の収録これねまあ2月に放送なんですけれども1月に収録をしてましたいやー楽しかったねあれはもういまだに嬉しさと悔しさと入り混じっておりますからこれは皆さんねもう本当にあのこの体験ができるのって応募しただけなんで 応募して予選通らないといけないんでもうぜひね応募してください本当面白いんだからで僕はその賞金を当てにして前日に、えー、ドーミーイン東京八丁堀こちらに泊まってます自腹でございます別に番組が用意したわけじゃないやつ、うん、この八丁堀のドーミーインが森脇健児の常宿らしいのでちょっと一回泊まってみたいなしかも その収録のスタジオに結構近いのでっていうことで泊まったんですけどねよかったねこれ動画にもありますんでちょっと見てみてくださいまだこの頃はパソコンのお金を払ってたんだあの僕はあのドスパラで買ってますんでドスパラで24回払い手数料なしっていうのを払ってるんでいやこれ払ってましたねうん基本的にこの時期っていうのは何かしらの支払いを毎日してますね トトイレットペーパーパをつつ買うとかね2つって言ったら2パックねタロールじゃないですねはい、えー、こんな具合1月とにかく1月はもうね「アタック25」が楽しくてしょうがなかったそのために毎日こう勉強したりさやってましたもんああ放送日がいついつだからこういうことが出るんじゃないかななんてことを毎日考えながらやってましたねうわ懐かしいな2月はね 早押し最強位決定戦っていうのに参加したんですよわー思い出したあれ今年のことか川助って言ってサスケの山本さんと漆原さんがゲストで出てなんかアスレチックみたいなことをやる大会に参加しましたねあの会場で同じとこでやってました、えー、早押しクイズがもう何問出てたんだろう結構もう何十問百問以上出て正解したのが一問だけでした やっぱ押せないと面白くないし、うん。押してつかないっていうのがね、それ以前にね、なんだろう、難しくて分かんないっていうのが結構多くって、ああ、ちょっとこれは向かないなって思いましたね。やっぱ俺、早押しクイズ、本当やってないんですよ。やってたじゃないか、1月にって思うんですけど、違うんだよ。あのテレビの早押しクイズ4人しかいないじゃん。でも、この早押し最強位っていうのは、1回のところに大体10人ぐらいがいて、しかもその10人がもう全員、 全国のなんか社会人早押しクイズで予選を通ったり準決勝とか出たりするような人たちそこに混じってやってたんで、まあ、つかないのもしょうがないんだけれどもね、うん、いやそんなこと覚えてます僕決勝より前に帰りましたもん、うん、そうだそうだあちょっともうここ入れないわと思ってちょっと諦めちゃったもんドーミーイン千葉にままってますよ2月10日これはねあの2月11日にジャエポっていうあの ゲームセンターのアミューズメントショーっていうのがあって幕張メッセでねそれで前日に泊まったんですよまあここも良かったねなんかのんびりとしてました他ーミーイン結構何箇所も泊まってますけれども先月もねあの1月も泊まったんですけれども2月もこれ泊まりまして良かったんですよねでその翌日にジャイポ p 行ったんですけど混みすぎてやめましたもう30分ぐらいで出た気がする そんくらいもうなんかなーって感じで出ちゃいましたね八丁堀もそうですしこの2月の千葉もそうなんですけどこの頃ってまだ旅割りがあったんですよね地域クーポン地域共通クーポンかあれで1泊するごとに2000円とか1000円のクーポンくれてしかも宿泊もちょっと割引が効いてとかいうのがあってめちゃくちゃお得だったんですよねもう今となっては懐かしいね このさ、蘇我の道民院に泊まるとき千葉県っていうのは独自の施策をやってましてし施策施策やっててあの、ね、その地域共通クーポン例えば2000円もらったとしたらそこにさらに千葉県がもう2000円つけて合計で4000円の地域共通クーポンくれるんですよ。めちゃすごいよね。だからその4000で 蘇我の牛角に行って食べ放題を食べました一人で <laughs> 一人で一人で焼肉の食べ放題に行く行ってきましたよ懐かしいねなんかねそっかこれも今年のことなんだな、うん、やったやったそうそうそして18日2月18日は茨城県でスパルタンレースに参加 そうなんですよね。あの翌日19日が「アタック25」の放送日でその前日に「レース行きます」みたいなことを収録では言ったんですけども全カットされてました、はいえー、このね「スパルタンレース」っていうのが、まあ、あ,のありまして5キロぐらいの道のりを走りながら途中にある障害物を越えるっていうレースでここ行くとね大体「たいサスケを目指している人たちに会えるので当日も会ってましたなんかみんなで写真撮りましたもんね。 でえー、これの写真の中に写ってるじゃないですかって言われましたもん意外でしょ僕がこういうのねスパルタンレース参加するってね意外なんですよそうなんですよ、えー、ちょっとねあの今年はお金がちょっとあんまりなくて参加したのはこの1回だけだったんですけれども、まあ、非常にいいやりがいのあるレースでしたそして翌日アタック25の放送があり、ね、もう一緒にさそのネットの仲間と あだこうだ喋りながら見てたんですよそしたらさなんか後日 YouTube のところにこのなんか相手へのリスペクトが足りないとかさコメントが来てその何日か後に今度あの電話かかってきたんですよ消してもらえますかみたいなこと言われてまあ確かにあの時に言ってたことと実際の,あのことが違ってたので消しましたね、僕があの青のその時青に座ってた方正英治さん これね、正英治さんって言ってましたけどもあの人は今もねその自分が言ってるそのネットのコミュニティのメンバーになってますからね僕が誘ったんですよ僕がうんいやーそんなこともありいや楽しかったなでもなんだかんだ言ってやっぱり行ってよかったですね、うん、出てよかったおばあちゃんに本当は観客来てほしかったけれどもちょっと体調が悪かったから来れなかったんですけど番組一緒に見てくれたみたいですから嬉しいね やっぱこういうのがあるからテレビ番組っていうのはバカにできないねでなんか毎月のようにあの、ね、野田芸の大会出てるつり革大会将棋大会出てますねろく <laughs> な結果になってないと思ってますけどもねはいこれが、えー、2023年1月と2月の自分でございますいやなんか中身濃いですねこうして見るとね毎月何かやってるね毎月何かやらないとね体が持たないんでもううずうずしちゃうんですね なのでこんな感じであと5回振り返っていけたらいいですけれども飽きたらやめます。ありがとうございました